当店のお品書きでございます。今日使わせていただく食材の名前だけ書いておりまして、どの食材がどんなお料理になって出てくるかは出てきてからお楽しみいただけるようになっておりますので、はい、こちらも合わせてお楽しみいただいております。はい、ではこちらに別冊で今日のお料理を細かく解説させていただいたリフレットのようなカード、こんな感じになってます。はい、こちらをご用意してますので、はい、もし次のお料理の内容気になった場合はこちらをご覧になっていただいても結構でございます。わかりました。こちらをお持ち帰りもいただけますので、はいはい、ご自由にお使いいただいて結構でございます。はい、楽しみです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。1品目は噴火湾産の毛ガニ、カツ毛ガニと、それから函館産のウニ、オホーツク産のイクラを使ったお料理をご用意させていただいております。はい、いけすにカニを常にご用意しております。ちょっと見えますか、奥の方にいらっしゃるんですけど、これですか。はい、行きますか。はい、あ、そうそうそう、この毛ガニをですね、はい、お客様と少し前に蒸しまして、はい、ほぐしたものをすでにご用意して、ひとまとめにしたものをこちらにご用意させていただいております。はい、このカニが、うん、さっきまで生きていたカニでございます。なるほど、はいはい。こちらを豪快に混ぜまして、はい、混ぜたものを手巻き寿司で食べていただくというのがうちの最初のお料理になっております。こんな感じで程よく混ざりましたので、はい、料理を引いてます。はい、すげえ美味しいですか。いただきます。そのお料理だけはずっと定番でやらせていただいてますんで。あ、そうなんですか。いつ来ていただいても召し上がっていただけるようにしております。します。続いてでございます。こちら仙宝市産の牡蠣と生ハムの揚げ春巻きでございます。手前には紀州梅で作った梅のソースを引いておりますので、お好みでお使いになってお食べください。
そうですね。ね。はい。うまいなぁ。かなりこうジューシーなので。ジューシーでしたね。ぷくってしてますもんね。そうですね。あの加熱してもあまりこう身が縮まりにくいというか。はいはい。はい。続いてはマッカリさんのハーブ豚、はいはい、こちらを柔らかくしまして旨塩煮というお料理にさせていただいております。塩味であの味をつけておりまして、はい、こちらをちょっとお椀仕立てでご用意させていただいております。うん、美味しい。続いてお作りでございます。本日は5点ご用意しております。手前から白身が八角、本マグロ、ボタンエビ、ホタテですね。こちら器の中にはマダラの白子、北海道ではタチと呼んでおります。タチでございます。刺しチョコには、こちらはすだちのポン酢、はい、タチはぜひポン酢で、はい、召し上がりください。こちらはお醤油、どちら使っていただいても結構でございます。一番左はごま油とお塩混ぜたものでございます。白身の八角なんかはお醤油でもごま油塩でもよろしいかと思います。最後薬味が2種類です。左側が北海道で自生してます山わさび、右手が瀬戸内産無農薬レモンを塩漬けにして刻んだレモンの塩漬けでございます。へー、はい、まあ、塩レモンは特にホタテなんかは相性よろしいかと思いますので、はい、はい、お好みで扱いください。グラスの白ワインで、はい、はい、続いては松前さんのカツオ揚げ、こちらを使ったお料理でして、春野菜のあんかけしゃぶしゃぶをご用意してございます。春野菜を混ぜ込んだあんを生のアワビの上にかけておりますので、ほんのりこうアワビ火が入って召し上がっていただけるお料理となっております。器の底にアワビが効いてございますので、ちょっとスプーンで崩しながら召し上がってください。身が厚いです。身が厚いです。
ラウスさんのカツ締めのキンキを使いましたお料理で鱗焼きをご用意させていただいております。キンキの鱗を残したまま皮目をパリパリに焼き上げたお料理でございます。下にはキンキの頭と骨で取りましたお出汁をソース代わりに引いておりますので、崩してこちらも絡めながら召し上がっていただいております。レモンの汁では北海道産札幌で作っておりますブラータチーズというチーズでございます。こちらを使いまして上からマンゴーのソースを合わせたお料理でございます。下にはくずそうめんを少し引いてありまして、こちらにもマンゴーのソースが絡んでありますので、崩してお召し上がりください。同じもの。はい、続いてでございます。富良野産黒毛和牛のサーロインステーキでございます。2種類ご用意しておりまして、奥手はあの通常のステーキ、手前がですね、昆布締めにしてステーキにしております。で、昆布締めの方は手前にありますお塩、海藻の入ったもじをですね、こちらがおすすめでございます。じゃあ通常のステーキは周りに引いてます山椒のソース、こちらを使いのってお食べください。炭火で焼き上げてあります。はい、頭と骨からもね、非常にいい出汁が出ますので、こちらをしっかりあのお出汁を取りまして、これをソース代わりの下に引いてありますので、こちらをちょっと絡めて食べていただきます。このお店自体は2年半ぐらいですね。
ずはそのままお召し上がりください。おかわりもまだございます。これか。たっぷり3杯までおかけできますが。あ、もうお願いします。マックスで。はい、マックスで。よろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、それでは今日の一発目のお客様。はい。気合を入れておかけさせて。お願いします。よろしいでしょうか。はい。それでは、すっこめしに参ります。おいっさーい、おいっさーい、おいっさーい、札幌産のリコッタチーズで作りましたアイスクリームでございます。中にドライフルーツが入っています。本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価並びにチャンネル登録お願いします。夜景団チャンネルでした。夜景団チャンネル、おいっさー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 、ありがとうございます。